皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の数学拡中円中の体積の求め方について説明します。拡中円中の体積の求め方はすでに小学校の時に、学習しているので、ここでは復習ということになりますね。はい、では拡中円中の体積、これを求める式は底面積×高さでした。底面積かける高さ、こうなりますね。ではここに四角柱と円柱と三角柱があります。それぞれの体積を求めてみましょう。四角柱、底面 4×5cm のね、4cm×5cm の長方形ですね。ですから底面の 4×5 と底面積出ました。それに高さの6をかけます。かける6と120となって、答えは120立方センチメートルです。では2番ですね。円柱です。半径が5cm で高さが8cm の円柱です。円の面積は、ね、半径を R とすると πR2 乗の式で求めましたね。ですから π かける R は5、この2乗、それに高さの8をかけますと 25π かける8で 200π、体積は 200π 立方センチメートルということになりますね。さて三角柱です。ここに90度の印がありますね。ちょっとこれをこの底面の形をこちらに書き出してみるとこんなになります。ここが3cm、ここが6cm、こうなっているので、この三角形は底辺が6、高さが3cm の三角形。三角形の面積は底辺かける高さ割る2でした。つまり6かける3割る2、もちろんかける2分の1でも構いません。それに立体の高さの12センチをかけます。かける12とで9かける12となって、これは108と計算できますね。ですからこの三角柱の体積は108立方センチメートルと、こんな風に、求められました、ね。ちょっとね、ここはもう小学校の復習なので今日は短いんですけれど、皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。